こんにちは、スタルケルです。今回のダブルレビューはこっちのビーストウォーズリターンズよりトイザラス限定のベーシッククラスのオブシディアンと、こっちのポットコン2013マシンウォーズよりボイジャークラスのオブシディアンです。それでは見ていきましょう。これどっちも名前がオブシディアンなんですけど同一キャラですね。ということでダブルレビューで見ていきたいと思います。で、こっちのビーストウォーズリターンズのオブシディアンのビークルモードから見ていきたいと思います。はい、このような感じの見た目になっています。で、これすごい面白いのがこの目がついてるんですよね、機種に。で、なんとこの首が動くというボールジョイントでっていうのが、すごい可愛いですね。このような感じで、で、ギミックがあって、ここが、はい、プロペラが飛び出るという面白いギミックがあります。で、この回すこともできますね、プロペラを。で、モチーフがティルトローター機っていう感じで、プロペラが2つついたやつですね。オスプレイとかそういう感じので、で、これビーストウォーズリターンズのおもちゃなんですけど、このビーストウォーズリターンズのおもちゃ全部こうトイザラス限定で発売されてるんですよね。で、こう裏に説明書代わりにこう書かれてるっていう感じになっています。で、これ日本でアニメやってました。で、その日本のでアニメが始まる前はこう、まあ、アメリカの方でビーストマシーンズという名前でやってました。で、その時のおもちゃがこれなんですけど、劇中に全然似てないんですよね。で、まあ、個人的にはすごい好きなカラーリングなんでいいんですけど、こういう感じで、で、さらにこれの後に発売された後だったかな、発売されたカラーリングがあって、はい、まずこっち、これが RID ロボッツインディスガイズのオブシディアンで、これがユニバースのオブシディアンですね。このような感じになってます。それぞれこうただのリカラーなんですけど、この模様が全部違うのですごい面白い感じになってますね。このクリアパーツも違うし。で、オブシディアンって劇中でこのプロペラが赤だったんですよね、まあ、なのでこのここ取り外してこう変えるっていうのでもいいんですけど、ここボールジョイントでこれ外せるので、これで外して取り付けるっていうのもいいんじゃないかなと思います。赤いプロペラを取り付けるとこのような感じになります。やっぱりこの赤いプロペラ2つっていうのがすごいオブシディアン感が出ていいと思いますね。それでは次はボットコンのオブシディアンを見ていきたいと思います。ビークルモードの見た目はこのような感じになっています。はい、で、これコロがついているのでコロを走行させることができます。そしてプロペラあるんですけど、ここを押すと、はい、こうやって回るギミックがついてますね。で、モチーフは爆撃機とかですかね。で、これの元カラーリング、まあ、リカラーとかリレコ元が、あのムービーのおもちゃなんですけど、オートボットアライアンスのハイブロー。で、海外だと、ハントフォーザディセプティコンですね、のハイブロー。で、あとはアジア限定のパワーダイブっていうやつもありましたね、っていう方ですね。で、これもすごいこう見た目が面白い形をしてるんですけど、変形もすごい面白いんですよね。で、やっぱこうプロペラ2つついてるっていうので、このオブシディアンにリカラーされたと思うんですけど、これ結構、すごいですね。このプロペラ2つだけ赤くすることによってオブシディアンに見せるっていうのがすごい面白いと思います。ということで、まずこっちのオブシディアンの方から変形させていきたいと思います。トランスフォーム。それでは次はこっちのオブシディアンを変形させていきたいと思います。トランスフォーム。
オブシディアンロボットモードです。それでは見ていきましょう。こっちのビーストオーズリターンズの方から見ていきたいと思います。このような見た目になっています。後ろにスパーククリスタルがありますね。で、顔がこのような感じになっていて、これ就航ギミックが一応ありますね。で、これの変形、見ていただいて分かったかもしれないんですけど、これここにこうなんか歯車のようなものがついてて、この腰の部分とこうやって連動してこう出てくるんですよね、頭が。で、これも下に下がるというこのギミックがすごい素晴らしいんですよね、オブシディアンは。で、結構こう可動もあるので、こう、遊びやすい感じになっています。そしてこの足なんですけど、劇中だとこうやって一本足でこう登場してましたね、ずっと。でもこう玩具だとこうやって2つの足にもできるっていうところがいいんじゃないかなと思います。それでは次はこっちのボットコンの方のオブシディアンを見ていきたいと思います。はい、こっちのオブシディアンの見た目はこのような感じになっています。これ元の変形がすごい面白いっていうのもあって、これはいじりごたえがありますね。で、変形もそこまで難しすぎるってわけでもないので、覚えちゃえばすごい、ちょうどいいぐらいの変形難易度なのかなと思います。で、これこうすごいこうディティールが細かいっていうのと、こう密度がすごいので、こう持ってる感じもすごいいいですね。で、顔こういう感じになっていて、で、これも結構このオブシディアンと同じ感じになってますね。で、これ元のやつの頭部が変わってますね、元のやつと。で、こういう風な、あとはカラーリングが違うっていう感じになっています。これこのカラーリングだけで結構こうオブシディアンに見せるっていうのはすごいですね。この赤いプロペラ2つこうここについてるんですけど、これここなんですね、腕のところで。割と違うプロポーションなんですけど、すごい似てる感じがしますね、っていうのがすごい面白いと思います。ポーズを取らせるとこのような感じになります。こっちのオブシディアンなんですけど、この首の可動こういう風に曲がったりするので、なんかこう劇中と同じようにこうなんかひょうきんな感じのポーズがすごく似合いますね。で、結構こう腕もこう動いたりするので、で、足の設置性もこれかかととこのつま先両方動くので、すごくこう安定させやすいですね。で、こっちのオブシディアンはこの腰に ついていたこのこれをですね、これを武器として使うことができます。で、すごいかっこいいアクションポーズを取らせることができますね。で、可動もロールで、この、膝でこの足首とあって、この肘がちょっとこうなんか癖があるんですけど、このこことこう内側っていうこういう癖があるんですけど、すごい動きますね。まあ、なのでそのポーズを取らせやすいと思います。あとはこのような感じでプロペラを前面に出してきて、こうポーズを取らせることもできます。これすごくこうオブシディアンっていう感じがしてかっこいいですよね。ポーズはこのような感じです。ということで、今回のオブシディアンのレビューいかがだったでしょうか。まずこっちのビーストオーズリターンズのオブシディアンなんですけど、このやっぱり変形の時のギミックとか、あとこのプロペラのギミックがすごい面白いっていうのと、この変形後のまあスタイルとかもいいんですし、稼働もするっていうのと、まあ、劇中再現もできるし、足ですね、この開くこともできるっていう、しかもカラーリングも似てるっていうのも めちゃくちゃ素晴らしいおもちゃだと思います。で、こっちのボットコンのオブシディアンですね、なんですけど、こっちのビーストウォーズのリターンズの方がちょっと小さいかなって思ってたので、こうボイジャークラスで出たのはすごい嬉しいですね。で、頭部リデコで結構こう近い感じにオブシディアンに仕上がってると思います。で、やっぱりこうディティールが細かいっていうのと、この元の変形がすごい面白いっていうのと、見た目がめちゃくちゃかっこいいですね。ポーズもめちゃくちゃ決まりますしっていうので、すごい満足すぎるオブシディアン
だなと思いました。ということで、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。ということで、今回このオブシディアンレビューしたんですけど、こっちのボットコンですね、はこのボックスに入っている中の一体ですね。で、こういうカードもついてきます。これもまためちゃくちゃいいんですよね。で、テックスペック、インテリジェンスとスキルが10ですね。頭いいんですかね。で、このボックスなんですけど、こうボックスのここにデカデカとこうオブシディアンが書かれてるっていう、これめっちゃかっこいいですよね。で、このボットコン2013のこれの、なんだろう、この開発時の写真かなんかでこのオブシディアンの写真が載ってたんですけど、その時のカラーリングはこの今のこのカラーリングじゃなくて、このこっちのビーストマシーンズの方の黄緑のカラーリングだったんですよ。で、この赤いプロペラがオレンジっていう、で、変更されたと思うんですけど、個人的にはそっちも、全然そっちでも良かったよっていう感じがしますね。これもすごいかっこいいんでいいんですけど、で、これの中に入ってるビーストマシーンズ、ビーストオーズリターンズのキャラはこれかな、ストライカーくらいですかね。で、あとはこの題名の通りマシンウォーズっていう、国内未発売のシリーズなんですけど、のキャラが3体入ってます。で、すごい面白いボックスなので買いました。で、今回なんでこうオブシディアンのダブルレビューをしたのかっていうと、今までのダブルレビューってリカラーだけだったんですよ。リカラーとか、ちょっとしたリデコとかだったんですけど、こういう同一キャラをこう比較するっていうのも面白いかなと思って、一番好きなオブシディアンを出してきました。どうだったでしょうかっていうのと、あと今月11月24日かなにビーストウォーズリターンズの復刻版のコンボイが来るということで、ちょっとビーストウォーズ系レビューしたいなと思って、ビーストウォーズリターンズですねのキャラを出してきたという感じですね。皆さん予約はされたでしょうか。ぜひなんかコメントなんかなんかでこうビーストウォーズリターンズの思い出とかを言っていただけると嬉しいですね。ということで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキュルでした。